言ってんの？言うよね。バン、バン。バン。わかんない。うん。私進めよう。で、あと、ロッキンジャパンフェスティバルのですね、はい、私たちが、踊らせていただくステージが発表されまして、なんと今年、カラカラさせないミンティアしまって、ちょっとやりたくないミンティアを。ちょっとやりたくなっちゃった。今年はなんとモーニング娘。グラスステージです！やったー！そう、これはね、まあ、ロッキンフェス行ったことないよっていう方は、わかんないと思うんですけど、一番ね、よく考えて、いろんなステージがね、公園の中にできるんですけど、その中で一番大きいステージです。よく考えて。うん。文字を聞いてるのが、だいたい1万ぐらいでしょ。グラスステージは6万。絶対無理だよ。いや、できる。頑張ろう、頑張ろう。急にネガティブ発言やめ。武道館6回分なんですよね。いや。そう、武道館6回分なんですよ。だから私たちはグラスステージが決まった時にめちゃめちゃこう泣いて喜びました。みんな泣いてたね。けど、グラスステージに立てることが、そうですね。まあ、ありがたいことではあるけど、そこでちゃんと集客。集客。して、そう、成果をね。そう、ちゃんとモーニング娘。好きになってくれる人を増やさないといけないのです。そうです。1万人ってよく考えてください。一番、小田桜一番人気。札とはちょっと違いますよ。札とは違う。札とは束が違う。札と一人の人間ってちょっとよく考えてください。一人一人の心臓があるんですよ。そうよ。よく考えてください。考えてますって、だから。そんなに地球にいるかがね、まず。そこに考えて。地球にちょっと待って、今、オープニング私今日時間計るの忘れたけど、もう5分くらい喋ってますし。地球にいるから、大丈夫。大丈夫かな。一応必須事項があって、このスタジオにインスタグラマーがいるらしいです。あ、誰？私じゃん。誰で？え、てか、え？私もですよ。え？なんで？ね、だから。急な嘘。嘘つくのやめてって。急な嘘。はい。福村さんがね、なんとインスタグラマーになりました。イエーイ。インスタグラマーって言うんだね。そうみたいね。私どうしてもインスタバイヤーって言っちゃうんだけど。どういうこと？わかんないんだよね。なんかさ、バイヤーでインスタ映えって言うじゃん。インスタバイヤー。そう、インスタバイヤーみたいな感じで。インスタバイヤーってことだよ。そう、だからバイヤーなんですよって言っちゃうんだ。インスタはいいんですけど、TikToker になりたい。ああ。インスタより TikToker じゃないもんね。TikToker って何言ってんの？ TikTok 撮りたいんですよ。ツイッターはなんて言うの？ツインター。ツイッターは、かわいい。ツイッターは、ツインターだよね。ツイッターって。ツイッター？どうなんだ。で、たまに言う人いますよね。けど、今なんて言うんですか？ツイッターってなんて言うの？ネットパトローラーとか言うね。うん。それミニシゲさんじゃなくて。それ。ミニシゲさん。ネットパトローラーはミニシゲさんだと認識してるんですか？ミニシゲさんネットパトローラーだもんね。まあそうですけど、めっちゃ面白い。もう、まあそうですね。じゃあ、インスタバイヤーじゃなくて、インスタグラマー頑張ります。はい、頑張ってください。フォローしてね、みんな。するみんなする。ここに1万人しましょう。それではですね。もういいですよ。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 読めますよ。うん。それでは、モーニング娘。案内のモーニング女学院、放課後ミーティング。